アさんでもどうもよろしく、私ではマンティーゲーです。ではね、ゲームとロケイルムの方やっていきましょう。というわけでね、やっていくんですけど、まずね、ちょっと見てくださったらわかると思うんですけど、デルガド・アルベイルの方はね、5000ゴールドでね、買い取ってね、どこで買ったかというとね、まあちょっとね、戻ったんですけど、ダーファルーネのね、町に行って、そこでね、まあ最初の頃にね、猫の服みたいな感じでね、買った記憶があるんですけど、そのね、兄と弟がいて、そこで、何？そっちはなんか1万だと？ゴールド5000だと？って感じでね、やっていくとね、最初10万だったんですけど、最終的に5000ゴールドでね、買い取れたということをね、伝えてあげたいと思います。で、あとね、まあ、シルビアには、まあ、魔剣士のライピアと、ミタスラの盾ね、まあ、魔剣士のライピアは、と、ミタスラの盾もね、同じところで調達しました。ミタスラの盾はね、クエストはね、やったらね、もらえたんで、まあ、そいつでね、そっちでね、まあ、行けましたよ。1万ゴールドすんねんな、これ、ミタスラの盾な。すごいね、ほんとね。あ、そして、アークワンダにもね、こっちさせておきました。なのでね、もう行きましょう。プラチナヘッドも書いたっけな、確かな。うん。そんな感じですね。ではまあ進めていきましょう。ここやね。確かね。来ましたよ。何って感じで、シルビアが。あ、やっぱり、そんな感じかい。いい潮風だわ。ここからいよいよ下界よ、旧式出ていきましょう。何？あ？キャッ戦争の方から音がしたようだけど、何かしら。ドラゴンちゃん終わりけど、ちょっと様子を見てきてちょうだい。うっす、わかりました。さて、なんか誰かおったようやけど、あ？あれ？これ、カミューじゃね？むしちゃんがはっ、え、あれ神やんか。え、あれどうしたん。あれ、なんか記憶がなんか大丈夫。ドラゴンちゃん大丈夫、みんなも連れてきたわよって。え、か、神ちゃん。おお、神よ、やはり生きておったか。お主ならただでは転ばぬと思っとったよ。さすが、カミちゃん。でも、本当に良かったわね、ドラゴンちゃん。うん。な。許してください。え、何？俺もう三日も生ずくわずで、この船の手船がつまれるのを見て、つい出来心で、って、あれ、カミちゃん？うわぁ！なんかすごい。一体どういうことだ？この投稿、神湯ではないのか？俺の名前は多分神湯で合ってますけど、でもどうしてそれよ？あなたたち、俺、もしかして俺のことを何か知ってるんですか？ああ、記憶が失っておるのか？お主まさか、記憶失っておるのか？まあ、2回言っちゃいましたね。俺、昔のことを思い出せないんです。一人から世界はひどい荒様だし、ほんと、訳がわからなくて。いや、大丈夫か？俺のイントネーション。覚えてるのは自分の名前と何か大事なやらなくちゃいけないことがあったような、それぐらいしか。こんなことは頼める義理ないですけど、もし俺のことを知ってるならあなたたちに同行させてもらえませんか。特にあなたといれば何か思い出しそうで、盗み食いした分は弁償します。掃除でも皿洗いでも何でもしますから。いずれ記憶も蘇るかもしれんの。今のケニューちゃんも、この放っておくのは危険だと思うの。うん、連れて行きましょう。ありがとうございます。俺、自慢にならないよう頑張ります。なんか違う。なんか違う。もうちょっとオラオラ系やったぞ。もうちょっとオラオラ系やったぞ、こいつ。おい。ものすんごい、下に出てるけど。なんだかムズムズするわ。ミロンジェクちゃんが今のあなたを見たらきっと笑い転げるでしょうね。
って感じの顔で見てるけどね。うん、嘘マジ嘘マジかーい。ちょっと待ってね。作戦でちょっと、直したいい。どういうこと待てーい。どこ行きゃいいんや、これは。あー、なんとなく行かなあかんところは分かった気がするぞ。あの中やな。まあ、ここもちょっとね、ルーラー回復させておきたいからって、ちょい！そこは。ちょいやな。出てくんのかーい。お、なんかイベント来たな。なんかイベント来たな。なんかちょっと眠たなってきたなと思って、ね、先に。ね。ほんまになんか現れてるわ。何よこれ。前はこんなのなかったはずだわ。これじゃ先に行けないわね。困ったなぁ。この先ね、魔王と別の手がかりが眠る。聖地が無駄があるというの。おお、そうじゃドラゴンよ。海にそびえる光の柱が、クレイモランの北にあったはずじゃ。そこからクレイモランの入り江に行けないか、試してみるのも良いかもしれないにしれんと。何か道が開けるかもしれんからな。せやね。なんか、戦意喪失してる神がおるわ。もう、そいつとしたら記憶取り戻せるんじゃない。なんか。よし、じゃあ行こう。おい、なんかイベント来たわし。イベント来たわし。ほんまに。なんか来たわ。匂うぞ。命の匂いだ。あ、まだか、まさかまだあいつじゃね？またあいつじゃね？やっぱ来たわ。うはははは。この海にまだ命があったか。おや、貴様は確か前に取り逃がしたやつか。まあよい、魔王様のためこの海には命一つ残さぬ。雑魚どもめが海の底に沈むがよい。え、これ大丈夫な？うん、まずいぞ。わしのグランドクラスも効かないやつに一体どうやって攻撃すれば。そう、その光を。そうじゃ、勇者の力。手を貸せ。さすがに道は開かれんってな。おーだ、なんだこれは。でかしたぞ、イカロコン。不意に弾けて伝え溶けてしまえば、こんなやつ恐るに足らんわ。よーし、この機械師じゃ。ドラマンの後に続け。これ、こさくのやつね。よくもやりよったな。海の無垢にしてくれんわ。ジャクラ、怖い。ジャクラ怖い。ジャクラじゃなくてジャコラやったな。クーじゃなくて怖いから。いやー、これはいいね。まずムーンサルトからやっていく、もしくはデビルモードでもやっていく。これちょっとやってみたいね。やってみたかったよ、ずっとな。おー、少し上がった。なるほど、そういうやつか。まあ、ビッグシールドとブレードガードをつけといて、そしてこいつで床にミス、灼熱の引き、盾で攻撃を弾いた。おす、転んだ。ちょい、マジか。ムーンサルト、ほら、110。さて、何が、あ
相手はできるのかな。ヌルクマ、なんかあんまり効かなさそうな予感がするから、シャダルコの方やっていこう。68か。なるほど。おい、150やと。ボミオスやめてって。素早さ下がる。素早さ下がる。一戦だけ。OK! ウェイ。全身全霊切り。ジャイ290。いつはそう天馬だ。うごい188。ブレイクね、盾で攻撃弾く。メイルスルム。うやっば。おう、デフォマラー来た。デフォマラー役来たわ。ありがてえ。何していこう。一戦突き当たったら嬉しいけどね。えい、無理か。そこまで運は上がってなかったか。そこまで運は上がってなかったか。どうしよう。これか。ほら、守備力即下がる。そして全身全霊切りで余力で食らう。441。ウィーウィース。こりゃ勝ったな。勝ちげえな。よいしょ。おー、あっぷな。ブリムトンミスト。受けるダメージが増える。うわ、やべえ。やべえ、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 やべえ。やべえよ。ムーンサルドやってかもな。ほら、157。ちょいと、デフォイム。いやね。うん。デフォイムで十分。全身全霊切り。こりゃあ。おい、210。やめて。お。もう大丈夫。元に戻った。まあ、またデビルモードやっていこう。嫌な予感するからこいつちょっとデフォイムやっとくわ。死にそうやもんな。ほんま危ねえ。誰、おお、危なっ。ちょっと死ぬて。お、ゴミ押し助かった。ゴミ押し助かったわ。デフォマラ、ベホイム使う。怖っ。マジで怖すぎる。ほら、160。全身全体切りで、お前を落としてやるぜ。380か。なるほど。まあ、今や、ミスか。あ、マジか。なら魔法からしかないかな。おい、やばい。ちょっと、やめい。あ、これは、やばい。どう様に。様はいらんか。演出やもんな、どうも。な。ゾーン入りやがって。うわ、やば、怖い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 。うおお、怖えよ。ゴミ押し助かったよ。まだ ほら、守備力少し下げる。そしてムーンシャルト。
っしゃい。ここはベホマラ、ベホマラ役復活。え、また飛球誰？おい、メイルストロム、やめて、やばい。おい、全身全霊切りを見舞いしといて、おらい、俺はカブト割り。あー効かんか。でもまあベホマラ、おっしゃナイス、ムーンサルト、よいしょ。そして全身全霊切りを押し通すのは一気にやつい。いいな、もうそろそろ終わりそうじゃね。おお、ミトンミストをされたわ。まあカブト割り、まあミラクルムーンをちょいと使っていきましょう。もうね、ほらほらほら、57、お、ウォーター、ジャクラ、ジャコラ、食うとこう間違いすぎる俺。激恥や。おう、おお、レベル40になった、すげえ。メギラゴン、お、マジ？メギラゴンやばいね。フバーハ、全員レベル40になったわ、すごい。まだいい、まだその時ではない、スキルポイントはまだ振る時ではない。まあそういうのはね、もうここのジャコラ様が破れるはずか。あのイカたち、まさか貴様は勇者。ああ、ブルの若様、勇者が復活を。それ届いてないやろ、その声届いてないやろ、はっきり言って。いやー、買ったわ。普通に買ったわ。普通に買ったわ。お、レッドオーブ回収できたわ。ありがとう。わっはっは、あんなやつ勇者の力を取り戻したドラゴンの敵ではないわ。これで身の脅威は去ったはずじゃ。さあ、席を急ごうぞ。このような魔物が二度と現れぬよう、一刻も早くウルノーガを倒せねば。幸いにもウルノーガはまだお前を死んだものと思っているようじゃ。今のうちに奴を倒す手がかりを見つけるぞ。うん。で、神の記憶は戻らないのか。戻らないのか。マジか。あれ？なんだこの感覚、どうして胸がざわつくんだ。おお、神ゆ、大丈夫か、ほんま。あれほど大惨事の後じゃ、クレイムランジャーも立てては積んでおるまい。シャール城の安否を確かめたい。ドラゴンの聖地ラムダに向かう前に、ここクレイムランの城に入るぞ。見られる者は城下町の様子を見てくれ、見てきてくれんか。どうしたカミュー、ひどい顔色じゃが。いえ、俺なら平気です。町の様子を見てくればいいんですよね。いや、無理するじゃない。記憶もない中一人で動くのは心細かろう。私も わしたちについてくるがよい。すいません、ローさん。お主らしくもない、気にするな。ではドラゴンよ、城に向かいシャール殿に会うとするかの。まだ氷の魔女は剣意振るってない、もう振るってない。まあ、振るとったらここら辺全部一面氷付けにされてるわな。まあ、ちょっと、キリ悪いんやけどね、いつもね。終わるタイミングがな。それちょっとまあ、しょうがないですね。あれ？氷の魔女は？顔を上げなされ、シャール殿。大たる者、いかなる時も民を不安にさせてはいけませんぞ。はっ？はっ？ロー様、それにドラゴンさんたちも、ああ、皆様ご健在だったのですね。久しぶりじゃの、シャール殿こそ、
草原草で何よりじゃ。よかった、退治が待ち、闇が世界を覆い、黄金病の恐怖がこの地に蔓延したとしても、まだ希望は残されていたのですね。うん、それじゃ、シャーレの今黄金病と言ったかの、一体この地で何が起きておるのじゃ。じゃね、それがちょっと数週間ほど前からです。クレイマラン王国一帯で突如奇病が入り出したのです。この病に感染したものは、人間も動物も植物でさえも体が黄金と化してしまうのです。ああ、なんかそういうない。はかれでもそういう、あ、黄金ではないけど石化っていうね。体が石化するっていう症状ありましたよね。確かね。体が黄金に？原因も治療法もわからないこの病は、いつしか不安に怯える人々から黄金病と呼ばれるようになりました。他の国に助けを求めようにも、病とともに現れた巨大な黄金の氷山によりミクロもカイロも閉ざされこの地は今や陸のこと。病を調べていた魔女リーズレットも逆にあらぬ疑いをかけられ城の地下に幽閉されてしまいました。もうそれはないって調べてくれてんのにさ、ありえんわほんま。ま、なんかそういうやつってな嫌よな。友人として彼女を解放しようと試みましたが、旅の強い反発に遭い、それもかなわず、黄金病がこの国を混乱に陥れているのです。なんとそのようなことが。じゃがシャール殿、安心なされよ。その黄金病の謎を忘れが調べよう。ありがとうございます、ロア様、ドラゴンさん。城の者や城下町のためにも、皆さんに協力するよう伝えておきます。どうかよろしくお願いいたします、と。ね、戻るぞカミュー。黄金病なんか知ってそうやぞこいつ。もしかして黄金病にかかって治って、その後、あ、黄金病にかかってあのなんかそういう預言者のとこに行ってまた戻ってこの世に戻ってきたって感じかな。そんな感じがするね。なんかそんな気するぞ、ものすごい。ものすごい、そう、こんな感じすんぞ。さて、じゃあ、どうなるこの先。といったところでね、今回ね、何かイベントを見てから、一つイベント見てからね、終わりにしましょう。まあ、四つぐらいはね、ミントね、イベントをね、さすがに。これ出たら絶対何かあるやろ。あ、やっぱり？大丈夫？カミュー。ロアスマドラゴン、何か分かりましたか？うむ、それがの、こうこうこういうことがありましての、なんや？後ろのばあさんが、おお、そこ行くご夫人、よければ後ろに話を聞かせてくださらんか。え、なんだよ、まさにたちは。こんなとこでもさっとして体が金になってもしれないよ。ちょっとお待ち。お前さん、もしかして神じゃないか？俺のことを知ってるんですか？ああ、お前さん忘れちまったのかい？知ってるも何もお前さんは。そんな、これはまさか。ちょっとおばあちゃんどうしたっての？ついに私まで感染しまったっていうのかい？あー、黄金になっていく感じ？黄金になっちゃった。黄金やわほんまに。なんでこの、これが黄金病だというの？ああ、記憶戻りそうな感じ。ああ、うわあ。カミューがやばい。ちょっとどうしたの、カミちゃん。カミュー？声を聞きつけ来てみれば、まさか君がいるとは。お主、カミューのことを知っておるのか？わしらは旅の仲間なんだが、今こやつは記憶を失っておってな。なんと、そのようなことが。カミューのことをお話ししましょう。後ほど、城下町の正門そばにある私の教会にいらしてください。はあ。ああ、ならそれ見て笑おうかね。
なんかその方が良さそう。これで終わったらキリ悪くて、なんかだんだん自分の中でもや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 していくわ。ほんまにね、それだけ見てから終わろう、ほんとに。奥ね、あ、この奥ね。なるほどね。来たよ。よく来てくださいました。神、君も元気そうで何よりだ。最後に見てから5年ぶりぐらい、くらいだろうか。え、5年ぶり ?5 年前。それまで俺はこの町に住んでいたんですか。かつて、このクレイモランの城下町は、北海で活動するバイキングの寄港地でね、以前は交流も盛んに行われていたんだ。神ゆ、当時君はそのバイキングの手下だった。俺がバイキング?同族神ゆの出自は、我らデールカダール王国がいくら調べても謎だった。だがまさかバイキングの生まれだったとは。いえ、生まれに関してはなんとも。神は幼い頃、彼の妹と共にバイキングに拾われ、育てられたようでした。ようでしたか。なるほど。それが幸せだったのかはわかりません。彼と妹はかなり過酷な生活を強いられていたようでしたし。実際、ある日、彼の妹が亡くなったという知らせを受け、その日を境に彼もまた姿を消してしまったのです。そうなんや。妹?やめろ。ああ、神父として彼らを救えなかったことは心残りとして私の中に残り続けました。ですから彼が困っているなら今こそ。やめてくれ!どうした?しばらく一人にしてください。お、なんか、神がちょっと瞑想してるな、ほんまに。すいません、彼の気持ちを考えし。皆さん、神を頼みます。私も後から追いかけますので、黄金病にかからんことを願うわ。だろうな。なんもねえわな、さすがにな。それは分かっとったよ。うん、あ、いたわ。あれ、あ、ちょいちょいちょい、びっくりした。ちょっとスティックがちょっとおかしなったわ、今な。すまん、すまん。ドラゴンさん、すみません、急に飛び出してしまって。でも俺、なんか違うんやな。キャー、あ、あ、でてててて、何かやられたー。黄金騎士、黄金騎士が現れたわ。あいつらは、まさか。大丈夫か、カミュー。ちょっと勇者の力でなんとかならんの。ドラゴン、南に接近する、港に接近するふりを見たか。先ほどの叫び声と言ってただのことではないぞ。うん。カミューのことは私に任せてください。ドラゴンさんたちは港の方へ。うん。わかった。やばくない?この、こいつら。え、なにこいつら。この世すべての黄金は偉大なる六軍王がお一人。え、鉄器軍王、キラクルト様のもの。さあ、野郎ども、仕事の時間だ。宝石だろうが人間だった黄金像だろうが、この町のお宝を根こそぎ奪い取れ。カカ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 カ、あんな感じ。いや、やばいって。入られたって。入られたよ。ちょ、え、まだここにおったんかい?ゆう、どこ、まだここにおったんかい?勇者。え、大丈夫それ。まず、キャンプちょっとしていこうな。これ、ちょっと回復せなあかん。キャンプしてる暇ないけどなっていう。キャンプしてる暇はないんやけど。さすがにな、MP がちょっと使われてるところがあったから。リホマラーもしたいし。あれ?こっち側?え?いたわ。うわ。ほら、野郎ども。気合い入れて運べ。セラゴルト様がお待ちだぞ。
そのままだし、黄金像となった人間を持ち去ろうというのか。まさか例の黄金病もこいつらか。ん、貴様ら何のつもりだ。まさか我らのおかしら。鉄器軍を嫌がるとつもり逆らうつもりか。おかしらだか、軍王だか知らんが、この町へのローズキー、見過ごすわけにはいかん。黄金になっていない人間が手に入れる価値はないが、キラゴルツ様のお宝ゲットを邪魔する者は許さん。野郎ども締め上げちまえ。やいそほ言いにくい言いにくいんですけど、ちょっと言いにくいんですけど、まあ大丈夫でしょ。よし、まあ真空蹴り一匹ずつかなら、まあ黄金兵 A から行きましょう。115、おう、あーならドラゴンにやっとこうね。はい、呪文と特技ね。そうすることによりだいぶ楽になる。はっきり言ってね、キーンキーンやもんな。全身全体切りじゃーい。ほらーい、ほら、ま、あれ嘘、え嘘、え嘘、えらんま、ちょっとびっくりしたわ。スクールドロー上げとくわ。ほらい、おお、マルティナすごい、いいね。増援していこう。ほら、これくらいならもう、ほら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 、うぃそんなに強くねえな。先に言っとくと、ほらい、150、おお、いいね、結構食らうね。スクルト、こっちも上げていくぜ。自分役はだ、黄金兵長に火炎払いをちょっとやっていきましょう。ほらい、突っ転ばんかった、マジ。まあ黄金兵に全体蹴りを当てて終わろうと思ったけど無理やったわ。ただ何も食らわんかった。相手ヘボすぎやろ、やっぱ雑魚やもんな。さすがに雑魚やもんな。ほらい、おおおお、マジか、ムーンサルト。ほらい、全身全霊、いいね。ほら、痺れて動けない、いいね、好きだわそういうの。悪魔系やったっけこいつ、違うよな。まあいいや、ドルクマ。おい、お、すげえ、お、一発や。あ、暴走したわ、ありがとう。暴走のね、カードを装備させてるんでね、多分それのおかげでしょ。しまった、先ほどの連中は陽動だったか。オウソドラゴン、ドラゴン、あれを、ん、クミちゃん、ちょっとなんであんなところにいるよ。わからん、だが今は理由を考えるより奴らは止めなければ。なんでおんの、ほんまにマジで、なんで、不思議でしゃあない。間に合わなかった。まさか神が連れて行かれるなんて。もう、だったら取り返すだけよ。神父さんがまだこの辺りにいると思うの。見つけてあいつらのこと聞いてみましょう。うん。聞いてみましょうか。聞いてみましょうか。マジか。ちょっと長くなるかな。
まあイベントのみにしてもね、40分ぐらいはかかるかなと思うんで、まあそこら辺でやっていきますか。いや、あれこっちゃおう。こっちにおったんやな。ああ、おるわ。それ聞いてもう今回は終わろう。なかなか終わるところが見つからんけど、ドラゴンさんすみません。私を 気を抜いていたばかりに隙をつかれ、魔物たちに神をさらわれてしまいました。何を言ってるんだよ、神父さん。あんなお金連中に襲われて命が助かっただけでもいけもんさ。神父さんが町の外にいると聞いて心配して駆けつけたけど、無事でよかったよ。ちくちょう、黄金病にかかった人間を片っ端からイゾルに連れて行かれちまった。奴ら金目のもんしか気にしなかった。俺たちの命を高く売れるかどうかで、値踏みしてるみたいにな。しかし神は高価なものを持っていませんでしたし、黄金病にも感染していなかった。なのにあの魔物たちはまるで最初から神を知っていたかのように迷うことなく連れ去っていきました。あの魔物たちの喋り方や仕草、まさか彼らの正体は？実はわしもその考えが頭をよぎった。やはりお前さんもその考えに至ったか。確かに言われてみればだけどよ、そんなことあり得るのか。で、バイキングの野郎ども、彼らの言動くせに私たちは見覚えがあると。どこか似ているのですと。なるほど、確かに彼らなら神を知っていても、当時彼らのアジトはこの町から船で出てすぐ近くの洞窟の中にありました。じゃあそこに行けば何か。なるほど、では次回そこ行きましょうかね。ではまあご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。他にもゲームタイトル矛盾縛り、Twitter の方では様々なことを企画としてたちでやっておりますのでフォローお願いします。あと概要欄のところにアーから O までのパート1の動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル矛盾縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。